おはようございます。今日は2021年4月25日日曜日午前7時50分を回りました。今日も早いうちからねウォーキングを行っております。今日ね明暦の方にもね聖火リレーがやってくるということで、関係者の方はね昨日がねなんか前イベント前夜祭みたいなことやって準備してましたけど、今ほらちょっとこっち自転車道側歩きましょうか。これ県庁楠並木通りの前の立花通りでございますけど、もうねここは昨日からね、交通規制を行っていて、もう準備を行っているところですね。こんな感じです。はい、その楠並木がいっぱいある正面の奥が楠並木通りというところで、その奥がね、到着会場。今日はね高千穂町の高千穂神社をスタートして宮崎市に入ってくるルートなんですね。で市内には夕方午後の5時ぐらいに入ってくるということなんですけれど、ちょっと様子見に行ってみましょうか。横断歩道をね渡って、まあ、車は通行止めなんですが人はね歩いていけるんで、どんな感じで準備をしているのかちょっと様子を見ましょう。まあね昨日かな新規感染者35人である町ではねクラスターが発生したんですけれど、それでも予定通りやりますっていう感じですからね。まあすごいなと。テレビなんかもね昨日ニュースで、なんだその新規感染者35人います、皆さん感染しないように気をつけましょうって言っておきながら、はい、次のコーナーです。いよいよ明日聖火リレーがやってきますという風にしてやってるんですよね。皆さん感染予防して応援しましょうって、おいおい行かせるのかお前らはと思ったんだけど、はい、こんな感じですね。会場入り口って書いてるけれど、ここ全く人通ってないんで中歩こうか。会場入り口もうこんな感じで完璧に封鎖している状況ですね。はい、ここで到着式夕方の何時、夕方っていうか夜になるのかな。はい、5時ぐらいに市内に入ってくる、5時に入ってくるのかな。で、はっきりした時間帯は僕は見に行かないのではっきりした時間帯は分かりませんけれど、こんな感じですよ。はい、なんか自分が私が聖火リレーになったようなランナーになったような感じで、ここのね区切られたところをね、ほら聖火ランナー走行路って一般の方のご入場はご遠慮くださいってあるけど、まあ誰もいないからね、誰もいないんで通ってますけれど、こんな感じですね。さあここに人を集めるんですよね。まあニュースでは一方では直接会場に行くのではなくインターネット中継もご覧くださいとは言ってますけれど、でもどうでしょうかね。どうでしょうね、インターネット中継を見るよりもやはり現場に行って生の聖火リレーを見たいという人の方が多いと思うんですけれど、でどのくらい感染対策を行っているのか、密になるなって言いながらね、都会の方ではね結構密になっている状況もありましたんで、それをどのくらい関係者が密を作らないということをねやるかっていうところじゃないでしょうか。お、なんかやってますよ。もうほら準備やってる、事前の打ち合わせとかやってますよ。大変だな。さあどうやって密にならない状況を、ほらこっちもほらこっち側があれか会場か控え室かな。でこれ県庁前がそういった会場になるのかな、ちょっと分かりませんけれど、こんな感じですね。まあ私はねずっと見に行くことはないかと思うんですけれど、やはりね密になっている、密になるってところですね。うん、だから、ね、見に来る方々が個人個人が密にならない、密を作らないという、まあ、自覚と行動、
そこに頼るしかないと思うんですよね。関係者の皆さんは朝早くから頑張ってやってらっしゃいますけれど、まあ、これが2週間後感染者急増したら、ああやはり、聖火リレーの感染でクラスターが発生したんだということになりかねないんでね、まあ、徹底して感染予防、密になったらもう強行でもいいからね、もう割って入って、密になってます、間を空けてくださいと言って、まあ、強制的に間を空けさせる、それぐらい力持ってやっていかないとダメでしょうね。昔ほらソーシャルディスタンス用の棒が、ありましたけれど、あんな棒を持ってね、はい、1メートルぐらい間空けましょうみたいな感じで、監視するのか見て見ぬふりするのかというところですね。まあ、夕方5時ぐらいということなんで、まあ、時間があったらね、チャリンコでスフラッと通って、あ、自転車は交通規制するんですよね。なんか街までチャリンコで行って、チャリンコを置いてね、ちょっとねフラッと、そのなんだ警備の様子、感染予防の様子なんかをね、見てみたいと思います。はい、ここもなんかここの駐車場も規制しているのかな、どうなんだろうかな。こんな感じでここも会場に入ってるんですよね。関係者の駐車場ということになっているようですね。関係者の方いらっしゃいませという感じかな。さあ本当ね、密になるならないというところだけだと思います。でもね、聖火リレーランナーで走る皆さんは大変でしょうね。まあ、複雑な思いを持って、走ることになるのかなと思いますよね。まあ、うちのおじも前回の1964年の東京オリンピックの聖火ランナーだったんですね。あの平和台公園というところから宮崎神宮まで走ったんですけど、まあ、当時高校生だったおじはね、そのトップでバンと走ってましたんで、僕もね3歳ぐらいの時に見に行ったんですが、記憶は少しあるんだけれど、まあ、写真がね残ってましたんで、まあ、昨日フェイスブックに、投稿しました。はい、ということでちょっと今日はね長めにご紹介しましたけど、まあ、聖火リレー走る方々はね、まあ、ちょっと楽しんで走ってください。応援に行く方もね、感染予防、まあ、応援に行くなとも言えないし、行きましょうとも言えないし、行くんだったらね、もう自分の周り1メートルに人が、ね、来ないようにするというね、ソーシャルディスタンスをしっかり保って、感染応援の方よろしくお願い申し上げます。はい、ということで今朝はこの辺で失礼します。また今からね駅に向かって歩きます。ちょっとコースを変更したんですね。たまにはコースを変更するのもいいのかなと思ってます。ほんじゃ今回この件で失礼します。また明日ポチッとな。